次ですけども、はい、あとは、まあ、さっきはそのワンショット単発のドラムのサンプルが入ってるとお伝えしましたけども、うん、もちろんループ素材、まあ、要するに1小節であるとか、はい、ワンショットってね、なんかドーンドーンですね、シッとかカッとかですね、まあ要するにこれみたいな感じですよ、ドーンダーンみたいなやつが、うん、まあいわゆるその単体単音の、まあ、ドラム、そう、ね、サンプルって言われますけども、はい、まあそれをまあ何でしょうね、あの反対側にあるもんではないですけども、まあ、要するにその1小節2小節の、まあ、フレーズですよね、はい、でそれをまあその、まあ、ループさせたりとかして使うのはまあループ素材とか言いますけども、うん、なるほど、まあそういった、ループのサンプルも入ってるって形になっております、まあ、要するにドラムの音です、ここズッツ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 ッとかっていうのが入ってる、要するにまあまあ、こう単発で鳴らしたものを、うん、まあ、一つのまあドラムとして構成されるわけですよね、はい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 、でそれを録音してしまえばループが完成するって形になるんで、まあ、そういったものも入ってますよって感じですね。手早く作りたいときはもうループでみたいな、もういいですし、ね、もうなんかありもんの 男の料理的な、そうですね、まあ、でも最近結構ね、あのループサンプル使った、うん、まあ、アプリとかに特に多いですけども、そういったのも結構出てきてて注目されてたりしますし、なるほど、ね、結構、うんうん、後でお見せできたらいいなと思いますけども、うん、まあ、ここで、まあ、作ったドラムなんかを、うん、まあ、これサンプラーついてますんで、うん、まあ、リサンプリングして、うん、でさらにまあスライスして、うん、貼り付けるみたいなことも、ね、なるほど、あ、それでループみたいな感じで、そうですね、もうループとして最後貼り付けてしまう、そうですね、僕は結構それもやっちゃいますね。おー、やばいですね、結構意外と面白いっていう、いい感じ、そうなんでしょう、エフェクトかけながら撮ったりとか、うん、それをまあ貼り付けるって感じで、っていう感じのこともできます。なるほど、で、あとまあ先ほどからドラムドラムと言ってますけど、うん、もちろん、インストゥルメントも入っております。うん、まあベース、ベース、ギターであるだとか、ね、はい、あとは何でしょうね、何ですか、鍵盤、鍵盤、キーボード、それぐらい出てくるでしょ。そうですね、ストリングスとかそういうのも入ってますか。入ってます。入ってます。入ってますし、そうですね。もう何でも入ってる。そうですね。あらかた入ってはいます。うん、ただまあもちろんちょっとドラムに特化してる部分あるんで、うんうんうん、まあ、若干そのドラムの方が多いとは。ドラムの比率が多い。そうですね、うんうん。ただでももちろんそういったインストゥルメンツは、いろいろ入ってます。なるほど。もちろん、そこからですね、うんうん、そのマシンの、うん、まあ、その元々ついてるサンプルで、うん、もちろん1曲なり2曲なり3曲なりいくらでもできてしまう、なるほど、なるほど、形になってます、うん、でここまではまあサンプルのお話なんですけども、はい、あとですね、実はプラグインっていうのをご存知でしょうかね、まあ、サンプルプラグイン、はい、なんでしょうね、要するに何でしょうね、はい、まあ、プラグインするやつなんですけども、うんうん、まあ、それエフェクターと、まあ、よく言われるソフトシンセっていう形になってくると思うんですけども、うんうんうん、まずソフトシンセですね、うん、も、マシンにはついてくると。お、最初からですか。そうです、うんうん、最初からです。お、何だったっけな、また神様の到来は。マッシブ、あ、マッシブ。マッシブってあのマッシブですか、ひょっとして。あのマッシブだと思いますね、おそらく。あのマッシブが最初からついてくると、そうです、あのブリブリベースなのかな、うん、まあ本当に最近のクラブミュージック、うん、まあ、だけにとどまらないですけどもですね、まあ、やはりマッシブはよく使われてるようですが、うん、まあ、むしろマッシブだらけですよね。あ、どうやらそうですよね、はい、ビートポートであれですもんね、あのプリセットが売られてるぐらいですからね。間違いない。すごい時代だなと思うんですけども、うん、確かに、でいうのが、というわけであの マッシブが、うん、漏れなくついてきます。買ったらついてくる。買ったらついてくる。これはあれですかね、マイクロも全部ついてくる。全部さすが太っ腹っすね。すごいですね、うん、まあ、でも、まあ、すごく相性いいと思うんですよね。いや、マジで、まあ、もちろんドラムですとかそういった部分はこちらで作って、うん、で、まあ、そういった上音系っていうのは、まあ、マッシブあればかなりのサウンドって作れてしまいますんで、うん、むしろそれだけでもね、まあ、いけますね。で、僕さっき今そのループのお話しましたけども、うん、まあ、マッシブなんかも一緒で、まあ、これでシーケンス組むわけですよ、うん、でそれ鳴らしてるのをこれでサンプリングしてしまうという、うん、それをまた、さらにエディットしてみたいな。なるほど、なるほど。がおすすめかなと。まあ、それだったら何でしょうね、そんなにシンセに慣れてない方でも、うん、もうオーディオ化してしまえばあとは、まあ、普通に、ね、マシンの使い方と変わらなくなってくるんで、うん、その辺はぜひぜひおすすめ
明でしたね。やばいですね、ポイントかなと思います。だいぶ豪華ですね、はい、他はありましたっけ。これマジでわかんないあ、マッシブだけでしょ。マッシブだけです。とりあえずで、あとはまあ時期によってなんかもらえたりとかみたいなはい、まあ、その辺はまああのホームページとかでお調べください、ね、はい、ところがですね、あるんですよ。ええー、あのリアクターっていうですね、はい、まあ、あ、リアクターもついてくるの。あ、リアクターのって感じなんです、うん、あ、こう、はい、あ、もうよかった。あ、もう箱が投入されました、ね、はい、もう見てらんないということで、これですね、はい、レイザーと何でしたっけ、はい、何でしたっけ、どこやってた。レイザーじゃないです。あ、ごめんなさい、まあ、リアクターの、プリズムと、うん、それ、これはこれ、リアクターの中に、含まれているシンセの一つです。プリズムはね、はい、うん、かなり、まあ、綺麗な、シンセですね。名前の通り。そうですね、うん、はい、プリズム的なキラキラ、キラキラ系ですね、うん、まあ、でもそ、変な意味のキラキラ系じゃないですか、ね、はい、かなり、まあ、いい音してます。いい音、うん、でその隣が、ソリッドバスコンプって言いまして、うん、まあ、要するにコンプレッサーでございます ね、うん、でやっぱりまあドラムサウンドにはコンプレッサー、これ欠かせないだろうということで、そうだね、まあ、もともともちろんまあマシンにも、うん、あのコンプレッサーついてるんですけども、うん、まあ、それとは別にこれも漏れなくついてきてると。コンプレッサーっていうのは要するに音の粒を揃えたりとか、ね、迫力を出したりとかするのに使えるということですよ ね、 すね、これももうマシンでできちゃうということですね。そうですね、コンプレッサー、ええ、でこれなんですか、マーク1。これはスカービーのマーク1。これはですね、スカービー、はい、レピになりますかね。いました。あの、まあ、綺麗な、サウンドが、はい、奏でられるという、はい、まあ、要するに生音って言ったらですよ、まあ、キーボードで、うんうん、まあ、プレイヤーさんにはなかなかおすすめされるような。なるほど、なるほど、結構柔らかい系の。柔らかいですね。まあそういうあれですか、ローズとかそういう感じの、まあ、ね、まあ、っていう感じですね、はい、これもついてくると、っていう、まあ、この4製品がついてきますよと。これはもうあれですか、マシン買うとついてくる。マシン買うともう漏れなくついてしまうという感じなので、なるほど、なるほど、まあ、サンプルだけではなくて、はい、こういった感じのプラグインも、はい、搭載されているので。なるほど、なるほど、よりまあ、まあ、実はこれこんなにパワーアップしたのはこのマシンの 2.0 が発売されてから。そうね、うん、前はだってそんなないっす、もっとね、マッシブだけでしたかね、前は。そうですね、ええ、うん、ね、ね、まあ、今だいぶ豪華になる、ええ、あの、まあ、コンプリ、まあ、切れてるよ。あ、切れてる。気を抜きすぎましたね。要するにあのコンプリートあるからちゃんと。皆さん見てますので、すいません、忘れて、家がどうか。家がどう。だいぶ気持ちよくなってきました。間違いない。で、うん、まあその、まあ、コンプリートっていう、まあ、NI の、うん、まあ、その制作系の、はい、まあ、最強パッケージなんかがあるんですけども、うん、まあ、その中でも人気の製品、うん、3製品が追加されてるって形になってます。だいぶ豪華だね。そうですね、うん、いや本当にこんだけあれば、うん、全然できちゃうと思いますね、うん、なるほど、うん、っていう形の、まあ、その、音源が搭載されてるのがマシンという、まあ、これらを、まあ、このマシンという、まあ、サンプラーでありシーケンサーである、うん、このソフトウェアで、まあ、いろいろコントロールしましょうっていう形なんですね、うん、なるほど、なるほど、